ました。こちらのプレデターフリークプラスを履いてフリーキックの練習をしていきたいと思います。プレデターはミューテーターからデーモンスキンが採用されて、カーブが書きやすくなっていると思うので、何箇所からかカーブと無回転と縦回転も蹴れたら練習していこうと思います。何球か蹴ってみて、やっぱりデーモンスキンのおかげでカーブはもちろんかかりやすいなというふうに思いました。あとインパクトした瞬間、ボールとキックした位置がデーモンスキンのおかげでしっかりとグリップしてずれないので、無回転も蹴りやすくなったなと思います。